日本人だけで欧州を席巻するシーズン2、舞台は5年後。さあ始まりました。私、仙道と申します。よろしくお願いします。はい、ということでね、FIFA 22のキャリアモードの日本人縛り企画が帰ってきました。今回はね、5年後が舞台ということでね、シーズン5年間進めていきます。ちょっとなんか信じろみたいだな。まあそれは置いときまして、まずはね、なぜ5年後にしたかっていうのを説明していきたいと思います。理由は大きく2つありまして、まず1つ目が選手のマンネリ化防止です。まあ5年後ということでね、前回やってた日本人縛り企画ではレンタル移籍中でね、獲得できなかった久保建英とか三笘とかね、田中碧とかも参加できると。あとは5年後ってなるとやっぱ選手も成長してっから、日本人縛り企画のシーズン1ではちょっと通用しなかったね、中井とかも成長して結構起用できるんじゃないかと考えています。はい、続いて2つ目の理由がやっぱりもっと勝ちたいと、もっと強いチームを率いたいっていうところですね。やっぱりね、前回の日本人企画シーズン1だと戦力面でね、ちょっと厳しいなって考えるシーンが多々あったんですよね。でもね、今回は5年後ですから若手も成長してるし、シーズン1で主力だった鎌田大地とか古橋亨梧、堂安律とかも成長して強くなってるだろうっていうことですよ。はい、で我々のチーム名ね、ドリームチェイサーズっていうダッサい名前ついてるんですけど、このドリームチェイサーズが今回参加するリーグは前回と同様でプレミアリーグです。あとね、4年目のシーズンでちゃんとプレミアリーグで4位以内入ってきたんで、 CL ももちろんありますよと。日本人だけで欧州を席巻するだからね、 CL で上目指さないとね。というわけで注目のチームメンバー発表とレーティング発表していきます。はい、こちらメンバーです。どうすか、結構良くない？これマジで欧州席巻あるでしょ。まあこの11人がね、今んとこガチメンかな。キーパー谷浩成ね。で、ディフェンスラインが右から菅原由紀成、冨安、板倉、旗手。トミーももう85まで行ったからね、これは頼れるよ。相手中盤はアンカーに田中碧、インサイドハーフが久保と鎌田。竹房87まで行ってるからね、圧倒的ポテンシャルの高さね。相手最後に3トップが堂安、古橋、三笘です。兵庫も85まで行ってるからね、これマジで期待だわ。だってシーズン1で74とかでめちゃくちゃ強かったからね、強豪は。はい、でサブのメンツはこんな感じです。まずは中井ね。77まで成長しました。シーズン1だと63とかだったからね、5年間で14レーティング上がりました。はい、であともちろん仙道もいます。仙道はね、若干能力情報修正してさらに5年間でめちゃくちゃ成長しちゃった。まあ5年間あるから成長するとは思ってたんだけど、まさか82まで行くとは思ってなかった。まあただね、もちろん身長は160センチ、体重45キロ、あとはね、さりぎ決定力とかも68とかしかないから、言うて82も絶対ないと思う。実能力77くらいのはずです。はい、さらにサブのメンバーもう少し下までいます。新次香川はベテラン枠での参戦です。年齢も36歳、レーティングも64まで下がってます。もうグラフがちっちゃい。渡るのグラフがこれで、新次のグラフこれだからね。まあ出場機会はね、限られるとは思いますけど、見せ場何度か作りたいとは思います。はい、あとね、ちょっとね、メンバーが多いんですよね。まあなのでね、この中からメンバー2人削ろうかなと思います。で、このチームへの生き残りをかけたセレクションをね、プレシーズンマッチでやりたいと思います。まあね、誰削るかに関してはもうちょっと決めてて、まず1人目が荒木亮太郎か阿部裕樹。まあね、この2人はちょっと能力も似てる感じあるから、2人はいらないかなっていうことで、このうちのね、1人を削りたいと思います。あともう1人ね、誰削るかは町田浩樹をは伊藤博樹でいきます。まあこの2人はセンターバックのサブとして考えてたんですけど、どっちも左利きなんですよ。ということで、まあサブの左利きセンターバック2人はいらねえだろっていうことで、サバイバルしてもらいます。というわけで、今日はプレシーズンマッチのスポルティングリスポンス戦あるので、早速いきましょう。まずはスタメンアップです。キーパー谷、ディフェンスライン右から菅原、冨安、伊藤、旗手。アンカーに田中碧、インサイドハーフ右が久保、左中井、3トップ右から堂安、古橋、三笘です。はい、
で先ほど言ってたこのチームへのね生き残りをかけたサバイバルの件ですが、どう評価するかに関してはまず評価点を考慮します。とりあえずプレシーズンマッチ3試合ありますので、3試合の評価点の平均を考慮します。評価点に大きな差があったらもう高い方が生き残り、評価点にあまり差がなかった場合は私の使用感で決めたいと思います。あとね、阿部と荒木に関しては2人ともねシーズン中はスタメンで使うっていうよりは後半からかき乱す存在だと思うので、この試合も後半頭から出したいと思います。アイスポルディングのスタメンはこちらです。あんまりメンバーわかんないね。あと5年後だから強さも正直わかんねえんだよね。今回もね難易度はレジェンドでいきたいと思います。それでは試合いきます。ウォッチオンセンドチャンネル。さあ試合スタート。さあ相手左サイド来たね。雪なり頼むぞ。使用感どうなんだろうね。いや、危ねえ。いいよ。さあ、ブロックして、強豪が一回左サイド展開。三笘です。カオルさん。さあ、いいね、パス。さあ、リツさんから、ここは竹房か？竹田。ターンから？竹房へ。相手は右サイド来てる。相手生きてんぞ。相手5バックだからな。そんな攻撃の人数は多くない感じかな。さあ、左サイド展開されて、雪なり頼むぞ。オッケー。スローイン、ここカットできないか、やべ。頼む。ポセー、ナイス。堂安この位置でボール持って、これ竹房。あ、待ってよ。オッケーオッケー、キープできてる。ちょ、竹でボール持ちてえな、なんか。もうすげえ持っちゃいそう。イキリがね、怖えんだよな。レーティング高くなった分の、できること増えてるだろうから、イキリが怖いんですよね。情けねえ、オフサイド。いやー、待って、シンプルに来たぞ。これ、富安か？誰だこれ？あ、今、伊藤かな？ヒロキか？ヒロキなんかだいぶ、早かったな、なんか。すげえ。結構スピード感じた。多分ヒロキだと思うけど。さあ、京吾がボール持って、これ、リッツにスルーパス。ないだろ、オフサイド。ないよな。決めれんじゃないの？ブロックして、いや、止めた。マジか、アダン。お前、さりげ、さりげ変わってます。今回髪型大幅変更でミーシャバージョンの先導になってます。さあコーナーキックをトミーがニア越え。さあこれは中江が拾って一回トミーに預けんじゃん。でこれ誰だ、雪なりで強豪打ってみよう。うん。さあリツがボール持って、いやー強豪に今出したか。全然これスポルディング強くないんだけど。さあ竹から、竹じゃねえわ、リツにパス出して竹。いやちょっとでも勝てえな。最後の真ん中がすげえ人いる。ただここパス繋いでって、いやいやいや全然いい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 。ここカオル一回どうするどうする。きついな、結構強くはないんで明らかにスポルディングが。ただなんか点取れてねえな。ここ竹房に預けて京吾が抜ける。来た、打て。いやー待って、止めるか。さあ入ってくんのか。いや待って、シンプルに、やばい、通るかこれ。雪なりクリアクリアクリア。うん、大丈夫。オッケー、ナイス構成。はい、じゃあね後半頭から阿部裕樹と荒木亮太郎いきます。三笘と中井がアウトです。あとね伊藤と町田の争いに関してはちょっとこの試合全然攻められてないから、伊藤のね使用感をまだつかめてないところがあります。ということでこの試合は伊藤フル出場でいきたいと思います。はい、後半スタート。さあ、旗手からこれ、ヒロキがいきなり抜け出すか？いや、待って、ブロックしようよ。なんだよ、それは。ナイスカット。両太郎か。守備もできんだ。いやー、通らねえか。さあ、ここ、阿部か。ここ二人の争い楽しいね。これマジ、俺次第だからな、活躍に関しては。やばいやばいやばい。集中。青、頑張れよ、阿部。右サイド警戒。ここ、オッケーオッケー、パスレー。まずい。右サイド突破されそう。ここヒロキのカバーリングじゃない？オッケーオッケー。カバーリングはいいよ。ヒロキの使用感は別に悪くはないと思う。さあ、ここはクロス上げさせたくないね。さりげ押してるけど 0-0 なのが渋いよな、今のところ。打たすなよ。待てよ。今作も同じ失点かよ。またこのスタイルの失点すんの、俺ら。5年後でも失点。失点パターン変わんねえじゃん。ちけえよ。またペナルティエリア内でちょこまか繋がれて失点すんの？いや、なんだよ、後世のセービング。まあ、まだ時間あるよ。さあ、ここで荒木がボールもらって、ここはヒロキとのパス交換をしたいよね。待って、どっちも使用感悪い、正直。
今のところ。荒木と阿部どっちも使用感はあり。さあここは阿部だ。阿部と荒木がポジション入れ替わった形で、荒木から阿部協力する形かお前ら。いやー待って、ただここ竹房が拾えない。いや今回ねこの企画で松木玖生とかね俺入れたかったんだけどね、まだ FIFA 搭載されてないからそれはね厳しかったっすね。いや松木玖生とかこれ見てんのかな、この YouTube。 この YouTube は見てないだろうけど、嫌いそうだなこういう企画。見てんのかね YouTube とか。なんか Google アカウントとか持ってなさそうじゃないだいぶ偏見。おーっと来たよ、誰、竹房さんのヘッドマジか。玖生の話、シュー、玖生の話してるときにまさかの竹房さんのヘッド来たわ。クロス誰だった、旗手だったか、左サイドだったけど、阿部でも荒木でもなかったよな。これかっけえの誰だこれ、荒木か。マスキクリュー Google アカウント持ってないとか言ってたら決めたわ。うぼ、かっけえなジャンプ力。いやいちいちはマジナイス。クリューはでも YouTube とか見ててもなんだろうね、めちゃくちゃニッチな動画とか見てそうだよね。ブスケツ首振り集とかだろうな見てんの。めっちゃ偏見だな。マスキクリュー偏見が止まんねえ。やばい。右サイド警戒。ここいいね。旗手いいね。さあ、伊藤博樹が繋いで、相手ちょっとプレッシング来てるよ。これチャンスだな。誰だこれ。いや、古橋に行くのかい。ただこれ、強豪のエースの力。おい決めようぜ、マジか。全然なんか使用感あんま変わってねえ気がするんだけど、強豪が。レーティング10以上上がってるはずなのに、あんまり、シーズン1の時と使用感が変わらねえ。さあで、阿部から、古橋、竹房と繋いでいって、律からどうしようか、これ。あー、ミスった。はい、選手3枚変えます。第一と誰だ、仙道と、ミーシャバージョンの仙道と、あと、5を入れました、旗の。プレシーズンだから、結構7人くらい交代できるのか。富安、いやー、まずい。地味にやられてね。大丈夫、やめてよ、打たすなよ。危ねえ、ナイス。こう今最後富安か。ヒロキはちょっとやべ。伊藤ヒロキはあんま全然分かってない。この試合で全然把握できてないプレイスタイルというか使用感を。さあ荒木からいいパス通ったね。鮮度走ってけ走ってけ。目立つな、なんかボリューミーだぞ。いきなり行くのか、行った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 。これも早速監督のとこ行っちゃおうか。いきなり行っちゃう、ストゥーリッチやんなよ。監督のとこ行かねえのかよ。オッケー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 。あ、ちょ、背番号まだ変えてないっすわ。こいつが10番ではない。鮮度10番にするつもりはないっす。いや、ただ結構強いかもしんない。全、シーズン1よりは明らかに強い気がする、鮮度が。髪いいね。いや、これ、ねじ込むか。腰ひねりながら。いや、さりげ劇的勝利か。しれっと劇的勝利しちゃうのかな、この試合。あと1分あるよ。やめてよ。俺らドラマ起こしがちだからな。ドラマ起こされがちだからな。マジでやめよう。フラグビンビンに立ってるけど大丈夫でしょ、さすがに。フラグがビンビンだけど大丈夫大丈夫。富安ナイス。これ勝ったでしょ。これ OKOKOK。ナイス勝利。はい、試合のスタッツこちらです。いや、この試合でマジで自信ついたよ。はい、続いて選手のレーティングです。注目の阿部博樹 6.7、荒木良太郎 6.8、伊藤博樹 6.7 と、なんとも微妙すぎる形となりました。まあ、正直この試合でアピール成功した選手はいないです。はい、こちら今後のスケジュールです。次回はプレシーズンマッチのアヤックス戦控えてます。その次はね、ライプツィヒとの試合もあります。一応プレミアリーグの開幕戦はトッテナムとの試合です。トッテナムはね、シーズン1で2試合ともボコボコにされた気がするんで、5年越しのね、リベンジ果たしたいと思います。じゃあね、今回はここで終わりなんですけど、本当にお願いがありまして、この動画にグッドとコメントだけお願いできませんか？このシリーズをね、いろんな人に見てもらいたいんです。グッドとかね、コメントが多いと、いろんな人のなんかおすすめにね、表示される確率が上がるらしいんで、ぜひお願いします。それでは第1回ここで終わりたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。失礼いたします。